どうも、メスです。先日メスのストライクゾーン書いてみたについてコナミさんに問い合わせたという報告動画を出させていただきました。そのチート疑惑に関して一つの答えが出たので、ここにご報告させていただきます。撮影時2月10日現在、コナミさんからの返信はありません。だが、これに関して私はこう思います。答えは沈黙なのではないか。もしこれが本当にアウトな行為であれば、今頃このアカウントは生きていません。もし政府であっても、大々的に政府と言えない何か理由があるのではないか。私はそう考えました。メス、うまくやれよ。皆までは言えん。ってね。コナミさんは、それを沈黙という形で、僕に教えてくれているのではないのでしょうか。僕の答えは、これです。ストライクゾーン、書いてみた。バージョン2作成しました。コナミさん、こういうことですよね。僕、やっと、あなたたちが何を言いたいか、理解できました。今日は、これを使って、バンバン打ちたいと思います。大々的に、セーフだよって言ったら、まずいですもんね。コナミさん、僕、この答えにたどり着くまで、結構考えちゃった。ってね。さあ、ストライクゾーンね、バージョン2っていう形でね、かなりいい感じにできたと思うんですよ。これ何がバージョン2かっていうとですね、ここ、打ちやすいように、カットしました。はい。で、このね、優しさに溢れる保護シート。まあ、セロハンテープでくっつけただけなんですけど、で、これちょっとね、これ見えづらいんですけど、真ん中にね、赤い線も足しました。なので、このストライクゾーンプラス、こう真ん中のね、変化量が変わる部分もわかると。で、プラスでさらにですよ、このストライクゾーンの線もね、かなり細く書いて、見えづらい、変化量とかね、変化球、回転がこう見づらいっていうね、前回のそういうね、失敗も含めて、ちょっと改良しました。バージョン2ということで、はい。じゃあね、これ使ってリアタイ行こうか。よし、リアルタイム対戦ね。 OK、 行きましたね。ランク戦、よし。これはね、バンにはならない、僕はそう信じています。ということで、対戦、対戦ボタンを押そうとした瞬間、メッスの頭に一つの不安がよぎった。このボタンを押したらもう後には引けない。コナミさんはスルーしてくれたのではなく、無言という名の最後通告をしたのではないだろうか。もし今もメッスが行ったチート行為に関して会議を行っていたら、数々のコナミさんへの暴言も蓄積され、バン一歩手前の状態でギリギリ踏みとどまっている状況だったら、一度よぎってしまった不安は消すことが容易ではない。もうやめよう。一つの動画で数百万かけたアカウントを危険にさらすのは間違っている。そうだ、このまま穏便に当たり障りのない動画でこのチャンネルを維持しよう。本当にそうだろうか。日本一の YouTuberヒカキン氏はある時こう言った。現状維持は対価と一緒。
現状維持が正解なのだろうか。違うだろう。一歩前へ進む。それこそが正解。バンになったらなったで、その動画もネタにするんだ。ペンを持てメス。そして押すのだ。試合開始ボタンを。はい、ということで、すいません、ちょっとね、あの画角ミスってちょっと見えづらいけどやっていきます、すいません。いくよ。はいはいはい、おっと反応してるぞ画面が。ツーストライクの状況。はいはいはい、ボール球わかるよ。ストレートに食らいつい、おっとこれが、あーっと危ねえ、もうひっちゃかめっちゃか。ちょっとこの試合の後、ちょっとあの画角調整しますね。はい、ということでね、さよなら負けしました。こっからちょっと仕切り直します。1試合だけにしとこう。ちょっとやっぱね、そうは言っても若干怖さも正直感じてるので、まだね、あのコナミさんから回答来てないんで。まあでもなんかね、今までコナミさんから返信メールで何回か送ったことあるんだけど、あのカスタマーセンターに帰ってこなかったってことがないんですよ。だからなんかはこう返信しないのはなんかまあネタ的な感じでやったけど、ぶっちゃけなんか結構そういう側面あると思うけどな。スルーするしかないみたいな、いいとも悪いとも多分言えないのかなって正直俺思ってるんだよね。あの真似しちゃダメですよ、はい、健全なプレイヤーの方は。俺結構ね、あのアウトな可能性あるんで、まあ俺あのバンされるときは僕一人でバンされますんで、はい。おっと、うまっ、やば、めっちゃ打たれるやん。この人うまい、めっちゃ打つわ。さすがに打てんやん。マジ、めっちゃ打つんだけど。やばいな、打つの。これどうだ、振ってくれるだろう。振れ、よし。俺の、マジでやばい。頼むよ。よし、あ、やっと終わった攻撃。よし、反撃じゃあこいつで、バージョン2、ストライクゾーン書いてみたバージョン2や。よっしゃ行くぜ。千賀さんね、まさにじゃん。これね、真ん中のこの微妙にね薄く書いた赤いラインもね、これかなり千賀さんでは使えるんで。よし行こう。はいはいはい、ストレートね、はい、いいボールですね、いいボールですね、はい、ツーシームいいボールですね。さあ次じゃあ仕留めますね。はーい、まあ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 、ストレートツーシームをね、はーい、挟んできちゃうよね、打っちゃうよね。ツーシームストレートぶち込んじゃうよ。はい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 、いいボールですね。まずは選球眼いけるよ。落合さんにぶち込む、一回落ち着く、はいはいはい、いいとこギリギリしたらいいよ。はい、これも入るね、オッケー。じゃあ行こうか、ストライクゾーンバージョン2の力をお見せ。あー、はい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 、おい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 、4点リードしてるからってちょっとあれじゃないか、ガンガンストライク入れすぎじゃないか、お相手さん。おい、足元すくり散らかしちゃうぞ。おい、すくり、よし、狙い通り、追加点はなしだ。よし、このバージョン2で見せるぞ。オッケー、今狙いだ、甘いなコースが、甘ちゃんだね。なるほど、ちょっと油断してるな、もう4点リードしてるからって。はい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 、やります、完全に、よしよしよし、今のは想定外だった。はいはいはい、ストレートツーシーム結構投げてきますね。おいおいおい、やばい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 、あー、いける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 、大丈夫、こっちにはこれがついてる。はい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 、なるほど、ラスト1球、これ絶対出てくるね。はーいはーいはーい、これだ。え、検証結果、ストライクゾーン書こうが書く前が結局プレイスキル。
雰囲気で学ぶ。